この度文部科学大臣を拝命いたしました参議院の陣頭出身でございます。担当いたしますのは科学技術スポーツそして内閣府の副大臣も兼務することになりました。内容はオリンピック、東京オリンピック・パラリンピック、そして新空気競技場等の担当であります。どうぞよろしくお願いします。はい、引き続き文部科学副大臣に留任いたしました吉家博之でございます。担当は引き続き教育と文化を担当させていただきます。松野大臣とは10年来さまざまな教育の議論をしてきたそんな間柄でございます。しっかりと大臣を果たし下村派生体制の中で進めた施策プラス松野カラーをしっかりとお支えしながら日本の未来のための土台を作ってまいりたいと思っております。この度大臣選挙を拝命いたしました公明党の樋口直哉でございます。衆議院の近畿ブロックの比例の選出でございます。今回任命をいただきましたので大臣そして副大臣しっかり支えながらですね、そして文科省の皆さんとも議論をさせていただきながら文科行政前に進んでいくようにしっかり頑張ってまいりたいと思っております。担当は教育と文化ということでやらせていただきます。どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。この度大臣政務官を拝命いたしました衆議院議員奈良県4区選出の丹野瀬と申します。職務をしっかりと全うしてですね、大臣、副大臣をしっかりお支えして、日本の教育、そして文化、科学技術、スポーツ、政策を前進すべく、最新頑張ってまいりたいと思っております。担当は科学技術とスポーツでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。各社さんどうぞ。
文部科学省特別支援学校を主管しておりますが、全国1114件、そのうち391の寄宿舎があります。先日もお茶甲子園大会に行ってまいりましたが、特別支援の校長先生たち非常に心配の声を受けている、非常に多くの保護者からの心配を受けていると、つく山ゆりえの事件を受けています。現在、8800人の生徒児童が寄宿舎を利用している段階でありますけれども、やはり安全あってこその学校でありまして、この不安に対してもしっかりと答えてまいりたいというふうに思っております。取り組むべき課題たくさんありますけれども、溝内副大臣、そして両政務官とともに力を合わせて、もちろん松野大臣のリーダーシップの下で結束して前に進んでまいりたいというふうに思います。私は党の方では青年局長をさせていただいております。青年政策ずっとやってまいりました。今回給付型の奨学金のこの創設ということや、無利子の奨学金の拡充ということ、今吉井副大臣からもお話がありました通り、国民の多くの皆様のご注目が詰まっている中でありますので、効果的な制度となるように一体どうしていったらいいのかということについて勉強させていただきながら、この創設、この1億総活躍プランの中にも入っておりますので、何としてもいいものを作り上げていきたい、これが決意でございます。あと、やはり日本は人材というものが一番の資源である国であると思っておりますので、この教育は未来への投資でありますが、それを高めていくためにはやはり教育の再生が喫緊の課題だというふうに認識をしております。学力を高めていくということはもちろんでありますけれども、規範意識の再確認も含めて、また個性を伸ばすということを、さらにはいじめを撲滅をする、こういったようなことを幅広くですね、総合的に議論していくべきだというふうに思っています。最後、文化政策ですけれども、文化財については地方創生との絡みもありまして、いよいよこの活用をしていくという段階にステージが移ったというふうに思っております。この文化財についても、守るべきものは守る、そして変えるものは変えるということを多くの皆様と議論を進めながら、文化政策、文化財についても進めてまいりたい、このように思っております。最後、教育再生というのは安倍政権の最重要の政策課題の一つであるということで、政権を挙げてですね、教育をしっかりと進めていく、その中、私の担当が、科学技術とスポーツでございます。大臣に、副大臣をしっかりお支えした上で、世界的なですね、産業革命、叫ばれております日本のこのプレゼンスをしっかりと高めるために、最大限の支援をしまっていくといかねばならない、そういう意識を持っております。また、スポーツにおきましても、もちろんリオオリンピックもそうですし、2020年東京大会におきましても、関係局しっかりと連携を結んでいながら、オールジャパンで、大会に向けてしっかりと進めていくということを取り組んでまいりたいと思います。すいません、日本経済新聞の話ですけれども、溝内副大臣にお伺いしたいんですが、ちょうど10年前くらいぶりに文科省に戻ってきたということなんですが、おそらく10年前の状況ですと、いわゆる科学技術予算は正規品扱いされていたことで、非常に予算が伸びていたことだと思います。で、昨今の状態ですと、財政の逼迫が高まっていて、非常に予算が伸びていないと、まさに10年前とかなり状況が違うと思うんですが、その中でまさに政府三役のリーダーシップというのはまさに問われるんじゃないかと思います。そこら辺に向けて何か意気込みがありましたら。ご承知のようにですね、今年度から第5次科学技術基本計画ができてですね、第1年目ですけれども、やっぱり政府の研究開発投資の対 GDP 1%、5年間で総額26兆円という目標を達成してですね、基礎予算額を確保できるようにしっかりと頑張ってね、とりあえずは来年度予算に向けて頑張りたいと。いかがでしょうか。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。